こんにちは。ランチェスターナンバーワン戦略であなたの会社をナンバーワンに、ホスターワンの坂部です。鍵山さんの言葉です。品性の欠如、監視の言葉に衣食足りて礼節を知る。本当に残念なことに、今の日本は衣食足りて礼節を知らずという状態です。平気で食べ物を無駄にする人が多くなっています。似合わないのに高級な服で着飾っています。品性の欠如が原因です。衣食の豊富さに見合う品性の向上を急がねば国が滅びますとあります。国が滅びますという表現までありまして、品性の欠如が国を滅ぼすというふうにおっしゃっています。ここの中にある平気で食べ物を無駄にするとありますが、今先進国で唯一日本だけが食物自給率が 100% いってません。アメリカもイギリスもフランスも、フランスに至っては 130% ぐらい確かいってると思います。ところが日本はなんと38% ぐらいだったと思います。つまり今食べているものの約3割から4割しか日本国内では作っていないと。つまり、輸入がされなくなった瞬間に日本人は今の食べ物の3割ぐらいで生活しなきゃならないんですが、一方で日本国は1日300万食以上捨ててるんですね。消費期限が終わっているものであるとか、まあ、パーティーとかああいうところで余ったものが捨てられているというのも現状で、世界で一番食べ物がない国が一番食物を捨てているという現状があります。これが平気で食べ物を無駄にするというところとつながっているような気がしているんです。品性の欠如が国を滅ぼしますとあります。心して聞く言葉なのかなと思いました。ありがとうございます。